千賀さん、簡単だった？ねえ、あの面かぶって、お面かぶってやるけど、どの面かぶれって、あの女の子の面、女の面鬼の面で、あのお面どれ、女の子の面、鬼の面にあるお面、女の子のこれ、これ女の子じゃないもん、女の先生だもん。いいよいいよ、女の先生になるんだよ。いいよいいよ、先生が、うん、女の先生って怖いんだよ、あんたら知ってる？だって私たち女じゃん。髪の毛はつけた。髪の毛どっか行っちゃったんじゃん。あそこ。どこ？これ？違う！違う！違う！これいいじゃないかな。分かった分かった、かぶるから。そう、そうじゃない、これでいいじゃないの。違う、じじいを取って、やめなさい、ちゃんと座ってなさい。メガネを取って、ねえ、メガネを取って、こう、ねえ、下うるさい、このさ、髪のさ、下のやつ取って、うん、うん、取っちゃうの。そして髪の毛をさっきの、これでいいの、うん、あんたたち店員さん背中待ってるでしょ。うるさいのにあんた。面白い、何が欲しいんだね。写真撮ってんだよ、分かってんの。ねえ、ほっぺピンクにして。ほっぺピンク、ほっぺピンクなんてできるわけねえじゃん。ほっぺピンク、ほっぺをピンクにするの、うん、これで赤だよ、ほっぺをこれ赤、ピンク、ほっぺをこれでいいか、いいよ、うん、似合う、似合う、じゃあ女の先生やって、似合うんじゃない。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. マリリン・モンローのマネだろ、お前。じゃあ現役のおじいちゃんの、はい、やだはい、おまかせ、これでいいんだろ。ダメダメ、もういいだろ。あのさ、違うすぎるんですよ。いいな、じゃあ今日の勉強入るよ。今日の勉強は実はこっちだったの、もっと簡単だったの今日は。掛け算やろうとは思った。もうさ、簡単なのはやめて。もうだけどいくよ、もう一応やりたいんだもん、ね、簡単なのさ、うん、あのさ、今日は遊びにしたの。遊んでるのもんでしょうが、あんたたち3、4、5ここ勉強に来てるの、うん、じゃあ勉強来てる人の顔じゃないもん、それ。勉強に来てる人のに、そんなね、鼻ほじほじしたりね、よだれだらしたりしないの。だからそんなだらだらしないもん。勉強しなさい、いいか、いくぞ。だんだん大きくなるから、1、2、3、4、5、イエル3、はい、1、もっと1、1は小さい小さい小さい、3、はい、1、2、3、4、5、ないの、ないの、6、7、8、9、3、はい、6、7、8、9、10、10、10、壊れるぞ、そんなことやってると。じゃあいくよ、いくつあるか数えるからね。いいですか、滝本さん、声出すんだぞ。3、はい、13、数えずに、数えてる、
じゃあ一緒に、じゃあ後ろバイキンマン行くぞ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12か。おじゃあこれ並べれば数えやすいんだよな。じゃあいくよ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。なるほど。そこで先生は12と読みました。一緒に読むよ、いいか。12、言ったら12、ねえ、今つけてたく勉強じゃないもん、それと違うのこれ。12、ママのパンダの練習めちゃくちゃやっていいよ。12、12、自由にと書いてね。12、自由に、3、はい、12。でも数字で書くときはこうなります。12。じゃあ右と左どちらがたくさんあるでしょう。はい、もう終わった。志賀さん、青い方。ほんと1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7。ほんとだ。じゃあ右と左どちらがたくさんあるでしょう。はい、みんな言ってごらん。右。左だね。並べると分かりやすいね。そこでもっと分かりやすいのは字で書くことです。しーちってな。しーちあね、ここ難しいのよ。ところがね、これね、ひちという言い方はね、ないんだそうです。東京の人たちはみんなね、しーちって言ってるそうです。で、僕たちもしーちって言わなくちゃいけないのな。しーちまあ、それは7という言い方もあるけどね、ひちという言い方はないのね。しーちしーち8。でも数字で書くともっと分かりやすいの。7と8どっちがたくさんありますか。3。どっち。8。そう、袴田さん8だ。じゃあ今度これいくよ、数えるよ。3、はい、まだ誰も言ってないでしょうか。はい、黙って聞いて、それからやりなさい。はい、何がはいなのよ。左の方が多い。僕はどっちが少ないかって聞こうと思ったの。右。どっち。左。左のは少ないんですよ。いくよ、1、2。テレビ君こっち見てよ。3、はい、1、2、3。テレビ君もう一つこっち映してさ、見えないかもしれん。テレビ君こっちか。見えるか。よし、山田こっち見て。山田さんこっち見てくださいね。じゃあいくよ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7。見てない人は走ってるんだ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。見てない人は走ってるの。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。よし、3、はい、1、2、3、4、5、6。どちらが少ないでしょうか。はい、はい、緑の方が。袴田さん、袴田さん、右と左、どっち。左。左。そこで先生、数字で書いたの。数字で書くとすぐ分かっちゃうのね。どっちが少ないでしょうか。はい、はい、竹本さん、6。そうだ。わあ、これたくさんね。池尾さん、はい、まだ数えてみないと分からない。3、どうしてわかるよ。ほんと？いくよ、3、はい、数えてみなきゃわからんて。青の方が多い。あ、青の方、5の形に見える。そんなこと言ってない。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。覚えておいてよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どっちが多い。はい、はい、10と11どっちが多い。じゃあ、ここはホームアローンじゃない。ほら、見る疲れんの、お前は。11。ダメ、そんな声出したら。声がせっかく切れなくダメなの、その声出したら。他人もあのね、綺麗な声と汚い声教えてるかね。綺麗な声と汚い声とあってね、袴田さん。綺麗な声はこういう声なの。オーシェナンド、アイラブヨー。どこ行くんだ、トイレ。行ってこい。これ綺麗な声でしょ。あー、これ綺麗な声。汚い声は、イエー。
これ汚い声、ビーダブラ禁止なの、こういう声出しちゃいけないの、分かった歌でもそうでしょ。じゃあキュートならどっちが大きいですか。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 ですもいらん。30というのどっちが大きいですか。40です。26と62どっちが大きいですか。62です。74と81どっちが大きいですか。81です。一番大きい数は何ですか。はい、きれいに手を挙げた人当ててあげる。山田くん7。よし、そうやってんのさ、分かった。じゃあ一番大きい数は 何ですか、教えてください。はい、竹本さん。はい。ん、14。正解。一番大きい数はどうですか、教えてください。はい、一番大きい数は、はい、袴田さん。はい、今袴田さん当てた。45かな、55かな、25かな、35かな。25。え ?25、一番小さいのこれ。僕、はい、一番大きい数。はい。はい。はい。55正解。じゃあ、志賀さん、一番大きい数はどれかな。61。この大きいよ、こっち。ほら、こっちの大きいじゃない、これ。こんなの。36じゃん。60ちょっと小さいんじゃないこれ。だってこれ、これ小さい。あ、反対。反対？反対でも52になって。反対でよ。そう、あんた正しいんだな。61が一番大きいんだ。な、先生ちょっと意地悪したの。はい、じゃあパッと見て。この中で抜けてる字は何だろう。はい。何？7。7あるよ。10もあるよ。10がない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10がないのか。この中で一番大きい方はどれかな。はい、そういう問題じゃなかったのか。これはわかる。誰、はい、言ってごらん。19が一番大きいな。じゃあこの中で一番大きい方はどれかな。はい、はい、パッと見てわかる。吉村さん、70。吉村さん、70大きい。正解。一番大きい数はどれかな。はい、わかる。竹本さん、わかる。一番大きい数はなんだ、どれだ。竹本さん、63。もっと大きいのあるぞ。はい、もっと大きいのあるぞ。63より、もっと大きいのあるよ。志賀さん、なんだ。74という声出ましたね。これか、一番大きいの。そこでね、先生ね、ここにね、いくつあるか数えたの。見ててよ。丸がいくつあるか数えるよ。10。さあ、バイト数えてみよう。10。またギャーギャー声出すわね。10。ダメよ、そういう声出したら。10。10って言ってごらん。10。いい声出るじゃない。10。じゃあいくよ。1、2って言ってみてよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そこで先生ね、10を丸で囲みました。これで10という意味です。いい？ 10 で囲ったでしょ。じゃあここには丸はいくつあるでしょう。20。何？20。そう、こうすると分かりやすいね。こうすると分かりやすい。だって丸が2個あるんだ。そう、あんたよく分かってるんだね。ほう、じゃあ丸が3個では、丸が3個ではいくでしょう。30。こう分からないね。でもこうするとよく分かるね。丸が4個では、何？40。そう、40か。ほう、じゃあ2いったら2。テレグの声来ないよ。2。左は0。左は0じゃないの。12。12。12。12。ギャー声なしだぞ。12。12。そう、そのぐらい声。12。22。22。22。そうか。まあ、それはちょっと一回ご挨拶相談した方がいい。な。脳梗塞の前振りもです、使いたくなる。だから脳梗塞の心配あるお前。お母さんに言っとけ、脳梗塞な、心筋梗塞、脳梗塞、がん、これはね、成人病って言うんだよ。成人病な。だから怖い病気だから。どんな病気？